今が一番若いので、今始めるのが初心者のための音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。音楽教室のですね、受付にいまして、やはりこういろんな、疑問、質問、まあ不安かな、一番近いのは、そんな声を聞くのがやっぱ年齢のことなんですよね。もう40歳なんだけども、今からピアノを始めて大丈夫かな、弾けるようになるのかな、そんな風な、疑問というか、まあ不安ですね、そういうのを、たくさんいただきます。まあね、実際の話としまして、例えばバイオリン、フルートとかね、こういう結構体の形に、無理がある楽器ってどうしてもあるんですね。トランペットでもそうです。こういう風なずっとこういう形をしてるわけなんで、こういうのをするのはやっぱり2歳とか3歳とか若いうちの方が絶対いいんです。これ筋肉作るっていう意味でね。でもですね、そういう風に若くないと、楽器ができないのかというと全くそうじゃありません。大人になってからバイオリン始められる方も多いですし、フルートも、大人になってからでも全然できます。やっぱりね、今がやっぱ一番若いタイミングなんですよね。今からこう若くなることって絶対ないので、例えば、ピアノ弾きたいなと思われたら、今が一番若いので今始めるのがやっぱり上達の秘訣だと思います。誤解を恐れずに言いますと、昔に比べるとね、勇気のある、高齢の方が本当に多くなってきています。今からでも私ピアノ弾けるようになりたいわっていう風な前向きの方が本当に増えてまして、仕事をリタイアされてから、ピアノを始められる、他の楽器を始められる、そういう方が本当に増えてます。そういう方本当に見習わなきゃいけないなと思うんですけども、やっぱり、楽器始めるのも本当にえいやっていうタイミングだと思うんですよね。楽器始めたいなと思ったそのタイミングが今一番若い時なので、ぜひぜひそのタイミングで始めていただいたらいいかなと思います。まあぐん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 上達するかどうかは分かりませんけれども、きっと上手になると思いますので、ピアノその他楽器始めたいなと思われたら、その勇気を、すぐに行動に移していただくのが一番いいかなと思います。我々楽器店としましては、そういう思いに、ぴったりの先生探させていただきますので、今すぐお問い合わせいただければと思います。まあ問い合わせいただくときにね、例えば、いついつまでにこんな曲が弾けるようになりたいみたいな目標まで設定できればいいですよね。上達が見えると思いますので、一緒に協力させていただければと思います。ぜひ勇気振り絞ってお電話いただければと思います。お待ちしております。